どうやって広げていったらいいですか。これもよく質問来るんですけど、学生天そうな得意やもんね。この辺が専門領域や。そうそう、うん、業界広げたいんですけどどうしたらいいですかって質問されたら、うん、業界広げたいんですけどどうしたらいいんですか。でも 今まで航空業界とか観光業界見てたんですけど、はい、ちょっと広げなくちゃいけないと思ってるんですって言われたら、なんか好きだもんないのって。アイスクリームが好きですって言われたら、あ、じゃあ一旦アイスクリームをもとにそのアイスクリームに使われているものを考えてそこを受けてみたらって何がありますかって言われたら、アイスクリームをもとにって牛乳ですかって言われたら、じゃあ例えば牛乳の、あ、そうやねみたいな、牛乳だけじゃなくてもなんかパッケージもあると思うし、お、なんかいろんな素材とかもあると思うから、なんかまあよくわからへんけど、どんな顔なん、よくわからへんけど見てみたらって、あ、友達が受けてるとこ受けてみたらって言ってみる。話変わって変わって今までの話どうしたん。あ、広げられなんでそこの頭の粘り強さが、粘り強さがないねん。もうちょっと頑張ってよ、今のまま。いい路線まで行きかけた。行きます。身の回りに、まあまあ、なんかそうやって広げていくのもありなんじゃないって。どうやったん、今どうやったの。友達に乗り移った。どうやった。難しいですね、そう聞かれたら。ちょっと、成井さんに聞いてみ。成井さん、どうしたんですか。この間、本当にそういう話になって、はい、会社受けようと思ってたんです、でも採用、お祈るメール来ましたっていう話になって、うん、こう、でも観光業界もダメですよねっていう話をして、でも、てんちゃんの言ったこと全然間違いじゃなくて、私も、まあ、いくつかのパターンがあるけど、じゃあ航空業界とかその観光業界の延長線上とか、そこからのこうちょっと違う路線を考えてみるっていうのと、もう一つは全然違う自分の他の好きなものを業界で探してみる。ただ、まあ、アイスクリーム好きなんですって言ったら、でもみんな好きよねっていう話をするから、女の子ほとんど食品好きだから、うん、みんな商品メーカーを受けようとする。うん、もう作るっていうエンドユーザーじゃなくって、作る側の立場に立って好きになれるかっていうのをちょっと考えた方がいいよね。うん、まあ確かに消費者の立場から見てるその好き嫌いと、そこでこうね、そのさ、作ったりとか提供したりするっていう側のその仕事の内容ってもう関係なかったりしますもんね。うん、うん、だって、天神さんやったら、こう、例えば、あれでしょ？なんか、どんなとこ見てはったんですか？就職活動の時。では、食品を見てたんですけれども、はい、食品の中でも、野菜に絞って見てました。はいはい、めっちゃ笑ってる。なぜ野菜？あの、栄養、管理栄養士の、資格を取る学部に通ってたので、資格を取る。あの専門学校行ってあったのね。あ、違います。大学の中でその授業を選んでただけ。なので、あの健康にしたいという、そう、健康にしたいっていう思いがあって、健康といえば野菜やってつながってしまって、ちょっと野菜だけに絞ってなんか八百屋とかも見てたりします。見てありましたね。はい、見てました。はい、あとは、まあ、キャリプラの参加機とかを受けたりしてました。そうですね。はい、まあ、ちょっと、あれです、何も埋まってへんとこ掘ってしまいましたね。ちょっとすいません。まあ、広げ方言うてもね、難しいですよね。うん、なんか昨日全然違う人と喋ってて思ったんですけど、例えばその
ね、豪雪とかあって、あの、養鶏いろんな会社来てて、でも全く自分がその興味ない、まあ、むしろ興味ないの一個手前で知らん業界の、会社とかもいっぱい来てますけど、ああいうなんてこう、同じ場にね、こう、せっかくわざわざ家から服着替えて出て行って、でそこに養鶏会社あるから、まあ、人気企業とかね、それこそアイスクリーム全員好きやからもう行列なんで、今度はちょっと空いてるとこ行こうか言うて、こう、偶然の出会いが出てきたりしましたけど、それが今もちょっともうね、オンラインになるとないじゃないですか。だからこう、昨日言ってたのは、ズームなんかで、まあ、豪雪やって、で、ズームってブレイクアウトルームを作れるんで、はい、もう強制的に管理者側で、ブレイクアウトルームをいっぱい作って、それ、そのそれぞれの部屋に企業が入ってて、強制的にブレイクアウトルームの方に、学生に選択させずにいろんな会社回っていかせるっていう。いや、それね、すごい私いいと思うんだよね。ね。ね、絶対に、うん、大切だと思う。うん、もうガチャポンみたいな感じやろ。自分どこの会社の中のブレイクアウトルーム行かされるかわからん。で、30分だったらまたバーンって違うブレイクアウトルーム行って、そうそうそう、ほんで、初めましてみたいな。で、うちはこんな会社やねん、みたいな。ああ、そうなんですか。もう、やっていったらええんちゃうか、いう話なんですけど、まあ、それぐらい、やっぱりこうなんか、学生ってはじめ知らないじゃないですか。ただ知ってる会社の中から一番自分好きなもん選んでるだけで、そもそも知らん会社とか知らん業界がいっぱいあるんで、知ったら興味あるところ出てくると思うのかね。そんなんをこう、どうこうなんか、まあ見つけていくかっていうことが大事ですよね。本当そう思います。僕らそういう仕組みをね、こう作っていけたらいいと思うんですけど、そういう仕組みがなかったらやっぱり、学生自身が自分でそれをこう、そういうことをどうやってじゃあ起こしていったらいいかっていうと、結局、なんか、興味がないと思っている会社のにもエントリーして説明会を受けるとか、いうことをね、うん、今やったらインターン行くとかね、そんなことをしてほしいですよね。本当に。うん。だから、まあ、インターンシップを業界絞らず、今自分が好きなところだけじゃなくて、全体的にいろんな業界のインターンを応募する。これは、今言ったような形で、こう、なんか知らんものを知って、興味が広がるってことにもつながる可能性があるし、何よりいっぱいインターン申し込んだら、エントリーシートもいっぱい書くし、そうそうそう。トレーニングになりますよね。うん。本当にそう。うん、でエントリーシート出して、一発で受かると思ってる人たちが結構いるので、10回は落ちるよっていう話を、10回落ちたら多分、どこがダメか分かるようになって、あともう10回落ちたら多分ちゃんと書けるようになる、はい、20回は落ちるよねっていう、うん、まあ言ったりするけど、でも1回でみんなへこたれるから、ね、落ちると、はい。へこむから、もういちいちへこむからね。うん、だそれで言うと、夏のインターンなんかもうまさにみんな絶対思っといてほしいのは、夏のインターンって選考の場高いんで、基本的には通らないじゃないですか。通らない。なんで、スケジュールをこう、スケジュール帳とにらめっこして、こう、そのインターンのスケジュール見て、こう、なんか、バッティングしやんようにね、応募していったりする人おるんですけど、もう、バッティングしててもええから、もう全部応募した方がいいですよ、インターンシップ。絶対そう。うん、どうせ、要求落ちるから、うん、もういっぱい出しても、ちょっと通るだけやからね。なんで、まあ、後で考え、バッティングしたときは後で考えたらいいから、もう日程考えず応募した方がいいですよね。うん、それはそうだと思う。天神さん、どう思われますか？そう思います。あ、ありがとうございます。ね、天神さんもそういうおっしゃってることですし、やっぱりね、そうやなんないと思うよ。でも私は、その、プリプラに入って、参加企業の仕事の話を聞くと、はい、こんなに面白い会社さんがたくさんあるんやっていうのを知って、なんか本当になんてバカやったやろって、まあ今もバカなんですけど、はいはいはい、ちょっと今日もないんですけど、びっくりした、過去形にしはったから一瞬ね、現在進行形でアホなんですけど、まあ、もっとアホやったなと思って、戻れるなら戻っていっぱい、まあ、受かるかは別にしても視野を広げたらよかったなって思います。あ、そうですね、はい、うん、なんか他になんかお便り届いてないですか？あ、はい、あるんですけど、はい、ちょうどちょっとついでなんですが、はい、その
3年生とか MH の22卒向けに、その知らない企業と、はい、知らない企業、複数社と、うん、複数社の話が聞けるイベントを来月からオンラインキャリパーでまた開催していくんで、そういうのに参加したの。はい。そんなんなんかさ、ま、そんなんなんかそれの宣伝のために撮ってたみたいな、なんか、スムースだ。ねえ、そういうこう雰囲気醸し出しても、そんなんじゃない、ないんですよ、本当に。そんなんじゃないのに、お前のせいでもうなんかそんな場になってしまったじゃないか、今。そんなテクニックが使えるんだね。うん、概要欄に URL 貼ってあるんで。え、ここ、ここに。はい。ここに。ここテロップで今出てると思います、ね。でね、多分嘘で出えへんよ、出えへんから、ね、概要の欄に URL 貼るらしいから、ね、はい、お願いします。うん、あの URL、働くデブの YouTube チャンネルの URL と並べて貼ろうかな。いや、それは間違って、みんな間違っていかないようにね。